皆さんこんにちは、ブローウィンドウさんのアシスタントの四国メタンです。今回のお題はアリスさんのトークで汽笛を聞きながらです。今月谷村新司さんがお亡くなりになりました。昭和が終わって行きますね。生ギターかき鳴らし歌ったものです。ほぼレッドイチイットビーって感じですね。歌詞は泣けますね。クズと言われ、ろくでなしと言われ、生きていたあの頃が懐かしくもありますが、そう言ってたあんたも同じです。ろくでなしです。しかも統一教会に支配されていたことにいつまでも気づくことができなかった。あんたたちはおバカの見本です。働けば金をくれるかーてよしとしている人は未だにおバカの見本です。全部洗脳なんだよ。日本は洗脳国家なんだよ。本当の歴史を学び、アメリカの覇権国家が終わろうとしているこれから日本人はどうすればいいのか考えなくては、我々の子孫に明るい未来はないでしょう。結論から言うと、明治から続いてきたグローバル化はもうおしまいってことです。その主要メンバーも必要なくなりますし、今必要なのは日本のルネッサンスだと思いますよ。ありのままに事実を見つめて表現することが、音楽も言論も必要でしょう。未だに嘘だらけの、偽物だらけの日本ですから、もうお前たちの時代は終わったんだ、と言ってやりましょう。さてこの曲はマイナス1でキー下げて、一番高い音がオクターブ上 4G になるように調整しました。何もおーてとこですね。一応お声出せました。笑い泣けるわ。今回はおーわおーというグリッサンド歌詞の区切りに気合を入れる歌い方、音程をずるっと下げてみる。気持ちいいですからあなたもやってみてね。好き嫌いがあるのでやらなくてもいいけどね。笑い。こちらはボーカル丸裸バージョンです。それでは不動産どうぞ。日々がまるで嘘のように忘れられる時が来るまで心を閉じたまま「なかった
聴いただきありがとうございました。カラオケシンガー、ブローウィンド。